オペレーションベビーリフトは、ベトナム戦争末期の1975年4月4日から4月26日にかけてアメリカ空軍が行った南ベトナムの故事を大規模にアメリカ合衆国本土などに避難させるための空輸作戦の通称で当該作戦の第一便が起こした航空事故でも知られている。ロッキード C-5 ギャラクシーベトナム戦争が終わりに近づくにつれて、 南ベトナム人の孤児とアメリカ人家庭との養子縁組が増加した。1975年3月にダナンが陥落して最後にも戦火が迫ると数十万の市民が脱出を開始した。こうした中で戦争で親を亡くしたベトナム人孤児たちの生命も気遣われ国際養子縁組を進める慈善団体であるホルトやフレンド・オブ・チルドレン・オブ・ベトナム、 フレンズ・フォー・オール・チルドレン、カトリック救援奉仕事業、国際社会奉仕事業、インターナショナル・オーファンズ、パール、バック財団などが、アメリカ政府と軍に、孤児たちの退避のための要請を行った。1975年4月3日、当時の大統領ジェラルド・フォードは、ロッキード C-5 ギャラクシー輸送機による30回のフライトで、孤児たちを避難させるという、 オペレーションベビーリフトの開始を声明した。しかし、翌4月4日に飛び立った第一便は事故を起こし、助かるはずであった幼児や子供が大勢亡くなった。この事故の結果、この作戦は、アメリカ内外の関心と同情、そして大きな非難を集めることになった。にもかかわらず作戦はその後も継続され、北ベトナム軍の攻撃により、 タンソンニャット基地が使用不可能になる4月26日まで継続された。北ベトナム政府はこの作戦について組織的な幼児誘拐であると非難したほか、アメリカや西側諸国においても慌ただしい異国への非難が孤児たちにとって最善であったのかという点が問題にされることもある。用紙の中には書類が不備のものもあり、後に 実の親や親族との間で親権をめぐる争いが生じたケースもあるなど、養子縁組団体の活動には当時から議論の的ともなっていた。オペレーションベビーリフトの結果、戦火の中から3300人以上の孤児が南ベトナムから運び出され、アメリカやオーストラリアなどの西側諸国に。詳細は EN1975 炭酸に都市マイナス5、アクシデントを。 参照1975年4月4日、この作戦の第一便として、故児を含む乗員乗客328名が、ロッキード C-5 ギャラクシーに乗り込み、午後4時過ぎに、サイゴンのン酸ニャット基地を離陸した。地上からの攻撃を避けるために、離陸後は、通常より高い上昇率で上昇した。生存者の証言によると、機内では、 乗員と孤児が楽しく話していたという。離陸から数分後、爆発音とともに、機体は大きく揺れ、急減圧が発生した。機体後部にいた人は、機体に開いた穴に驚いたという。操縦士は空港への着陸を試みたが、機体のコントロールが効かないまま降下を始めた。機長がエンジンの水力を上げると降下は止まったが、今度は急上昇を、 初めて機種の角度が90度まで上がった。このため、機長は水力を下げることで機種を下げて、機体を安定させ、高度1万フィートで水平飛行になった。操縦士たちは空港へ戻るため U ターンを試みたが、再び機体はコントロールを失い急降下を始めた。機長は水田への不時着陸を試みた機長は、目の前に川があることに気づいて、水力を増したが、 そのまま、機体後部から水田に衝突した。衝突の瞬間、機体は、コックピット、機体中央部、後部、主翼に分解しながら、地面を滑走した。機体後部や主翼は滑走中に粉砕され、コックピット部分は、衝突地点から転がりながら停止した。機体中央部2階の客室は、被害が少なく、乗員や幼児のほとんどは生還した。しかし、 機体中央部1階の貨物室にいた乗員や子供は富士ゲ事の衝撃によって即死した。コックピットの中にいた操縦士や機関士は全員が生存した。乗客乗員328人中155人が死亡した。生存者は175人だった。サイゴンが陥落し、南ベトナムの新米政権が崩壊する直前の事故であったため、事故原因の調査は、 混乱を極めた。調査の結果、機体後部の貨物用ドアがドアロックの不良によって吹き飛び、操縦系統が破壊されて、コントロールが効かなくなったことが分かった。ベトナム戦争末期、部品不足に悩まされていた空軍は、使える部品を取り外して、他の機体に流用する、共食い整備でメンテナンスを行っていた。この事故の場合、ドアのロック部分を調節する、 タイロットという部分が他の C マイナス5に回されていたため、事故機のドアのロック部分14箇所のうち3箇所のロックが完全ではなかった。そのため機体が油圧されるとドアのロックは持ちこたえられなくなり、外れてしまった。それと同時にビブの一部が破壊されたことで水平尾翼の昇降舵の油圧が抜け、上昇や降下などの現象が起きたのであった。 ありがとうございます。